これももう10年ぐらい経ってるけど、はい、10年以上経ってるか。こう艶がそのまんま保てると。すごい。でこれじゃあなんでグローブによって違うかっていうのはすごく大事で、はい、だからこれ革が種類があって、はい、例えばアントナグローブってキップって言って、子牛の革なんだね。子牛。子牛の革で、はい、ほんときめ細かい。赤ちゃんの肌ってきめ細かいでしょ。はい、それで、あとその後ステアとか、ローハイドとかっつって、ちょっと生牛の年取った革だと、はい、今ここにないんだけど、もう年取ってからシワシワよくあるじゃん、こういうとこシワがあるやつバーってシワがあって、はいはいはい、あれはステアって言って、それによってもやっぱオイルって変えていってあげないと、細かく言えばね、厳密に言えばね、年寄りが使うやつと赤ちゃんが使うやつやっぱ違うと。そうですよね。だから新品の中でも本当にステアとヒップっていうのは違くて、はい、だから使うクリームもまあこれレザーケアとコンディショナー使ってれば間違いはないけど、はい、使うオイルを間違えるともうすぐクタクタになってたりとか、はい、そういうこともあり得ると。あとは最終的最後はこれが本当にもうダメになっちゃった時、ダメっていうかもうああもうこんなクタクタになっちゃってやばいなっていう時には、はい、必殺これグリス、グリス効果。ここの表面の皮とここの中がこうくっついてるでしょ、はい、くっついてる、はい、そのくっついてるところってこのグリスでくっついてる。よくホキメ浮いちゃったりしてない？あ、ポコってなります。ポコってなるでしょ、はい、それっていうのはこれがもう飛んじゃってるっていうか乾いちゃって、はい、乾いちゃったりこうよっちゃってこう固まっちゃったり、こういう変なとこだけ出っ張っちゃってるとかグローブ見るでしょ、はいはいはい、あれはこのグリスが固まって寄っちゃったりとか、はい、これがもう乾いてなくなっちゃったりとか、そういう時にこれ全部紐外して、はい、開けてグリスをここにもう一回塗り直してあげて、はい、それでまたつけて叩いてで紐通してあげると、はい、またグローブが復活する。そのグリスっていうのはもう塗って塗ったらすぐ、もうねこれベトベトなんで、はい、ハケでこうって接着剤みたいな、たっぷり、まあ、たっぷり塗りすぎてもあれなんだけど、はい、こうバーッとこうある程度今ねちょっとグリスの量が少ないグローブが多いと思うんだよね、はい、だからやっぱここをもう少しグリスをちょっと入れてあげて伸ばしてあげて、はい、叩くとグローブって復活する。だからもしクタクタのグローブがあったら、はい、持ってくればそれをこうこれを入れ直して、はい、大変なんだけどね、全部紐交換するから、はい、紐、うん、取るから、で中開けて、はい、そこにグリスを塗ってで叩いて広げて調整して、でよくそれを、昔はこう温めてさバーって、はい、温めたりするとここにホキメにこう黒いのが浮いてきたりする。グリスの跡、うん、これなんかまさにグリス、あー本当だ、グリスが浮いてくるの表面に。そうしたらもうこれ絶対触ればわかるけど絶対剥がれないから、もうこうなったらもう浮いてこない。あ、本当だ。ここちゃうじゃん。ここだけ。ちゃうじゃん。なんて言うんだろう。ぴったりしてますね、本当に。これ絶対剥がれない。こうなって、ここまでいけば。十何年経っても剥がれない。だからこういう風にしていくには、やっぱり日頃ずっと毎回こう丁寧にやっていって、で、ちょっと浮いてきたら、グリス入れ直して、ってやっていけば、ずっと長く何十何年経っても使えるっていう。ことなんですね。どうでしょう。すごいですね一つやっぱグローブ一つでもね、手入れでもやっぱり全然違うでしょ、はい、でもお化粧するってのがすごいしっくりきました。ああそうなんだよね、はい、お化粧それが一番ねいいかもしれない、表現としては。でやっぱ顔は大事だよ、グローブ、はい、グローブのこの顔をうまくを良くしてあげるためにこうやったけど、だから型も大事だしね。そうですね、型も大事だけど、その型をつけた後の手入れをしっかりしてあげれば、はい、よくこんななっちゃったらなんじゃない、座布団みたいになっちゃったりとか、はいはい、ああなっちゃったりするんじゃなくて、ちゃんと顔を保ってあげると。
そういう手入れの仕方が一番重要かな。いやすごいな、なんかあとはもう保管だよね。保管方法として、はい、やっぱり湿気の多いところとか、まあ炎天下に置いたらダメだね、グローブは。やっぱ革だから、はい、あと雨で濡れた時なんかはやっぱ新聞紙詰めて全部やっぱり水分を取って、雨の濡れたままオイル塗っちゃったら絶対ダメだから。あ、もうそれはダメなんですね。外に水分が残っちゃうから、グローブ。あ、その中に閉じ込めちゃう、閉じ込めちゃうから、だから重くなっちゃう、グローブ。だから必ず新聞とか詰めたりして、はい、まず乾かす。扇風機とかに当ててもいいですか？扇風機が一番いい。扇風機の前とかでやるのがいい、いいと思う、うん、それで乾かして、はい、それで乾いたなっていう中に入れても全然乾いたなと思ったら始めるとおり。だからその雨の日の手入れっていうのすごく大事で、雨の日放置してそのまま汚くなったちょっとオイル塗っちゃったらもうどん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 水分が閉じ込められて重くなる。小学校の時一個グローブすごく重たくなって買い直したっていう経験があります。それ多分雨の日とかね、はい、放置すると。だからやっぱりグローブって大事で、こう湿気のないところのでやっぱりちゃんと保管する、はい、あと必ず補給面にはボールを入れる。ボールを入れるんですか？ここ必ず保管するときにはこれね、ここによくボールを入れないでやってる子いるんだけど、はい、しっかり入れて必ず入れておく。もう置いとくときも入れとく。あ、グローブを持ち運ぶときとか、時は全部、うん、あと置いたときも必ず入れておくのが一番ベスト。グローブですね、うん、入れとかないとやっぱりペタンコになっちゃうし、はい、良くないと思う。バンドとか巻いてもいいんですか？バンドとかも巻いてるのはいいんだけど、自分はね、ここから入れて巻く。巻くとしたら全部じゃないんですね。ここやっちゃうと、はい、こうやって曲がっちゃうんだよね、こうやってグローブが、はい、人間の手ってこう親指と小指って反ってるでしょ、はい、やっぱグローブも手自然にやった時はこう反るはずなんだよ。これが一番取りやすい形、はい、それが内側にこうバンドするとこう曲がってきちゃうんだよ、はい、やっぱグローブとかって曲がるとこういうグローブってやっぱりこうなっちゃうとダメなんだよ、うん、でバンドするとこうなっちゃうでしょ。なりますね、うん、だから自分はなるべく親指と小指ここから通して、まあ親指こう通すこことこの時もあるし、はい、それでボールがこう小気味が落ちないようにする形もあるけど、はい、あんまりこうやらないかな。片付けの時もここはこっちからは止めない、止めない、ここの間から止めて小指の芯だけはしっかりまっすぐ向くようにはしてる。基本的にグローブってやっぱりこうなった時に正面に向いてなくちゃいけないしね。これが正面というかこう全部こう横になってるのって違うじゃない。そうですね、うん、こういうグローブってみんなやってるけど、やっぱり、はい、あんたらの職人なんかは絶対にこの手でこういう風に形になるように芯も角度も全部変えてるから、だからよくこういうとこにシワ寄るでしょ、はい、こうグリグリグリって、はい、それもないように芯もまっすぐちゃんとこういう形でこの角度でつけるように芯もつけてるから手入れもしやすい。すごく手の形に、手の形で芯の角度も全部変えて作ってるから、こういう角度をね、はい、入れるときに、ただまっすぐこうやって入れちゃえばただ横がこういうグローブになっちゃうじゃない、はい、それをちゃんとこう角度を変えてこう作ってるから、入れてるから、だからその角度に合わせて手入れもできるから、手入れもしやすい。だからグローブ選ぶときはやっぱそういう革をね、はい、大事にするのと、そうすると手入れもしやすいし、あと革の質、どういう革を使ってるかっていうのも見ておいて、はい、それによってオイルを選ぶっていうことが大事かな。いや深いでしょ。深いですね。全然そんな深く考えたことなかったですね。ドリームドア、はい、本日ですね、グローブの手入れについてたくさんいろんなことを教えていただきました。これを見てですね、皆さんもグローブの手入れもう一度やってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。
ドリームドアの室内練習場は JR 金町駅南口から歩いて10分のところにあります。下町風情ある街並みを抜けていくと左側に緑色の看板が見えてきます。はい、こちらがドリームドアの室内練習場です。中に入ると鮮やかな人工芝が広がっています。設備も最高です。またドリームドアではアントラーグローブを販売しています。特徴としてアントラーの職人はコンピューターミシンを使用しておりません。すべて職人の手足の微妙な感覚で製作しており、一つ一つに職人をはじめ設計者も含めた心のこもったグローブとなっています。基本的にオーダーのみの販売となっており、価格が4万5000円からとリーズナブルなのも魅力です。興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。それではまたご会いしましょう。